台湾現地時間11月11日に第44回台北金馬映画祭で上映された映画、雨の中の浴場。この度、キャストの成田良、中村恵里子、森田豪、リアンが参加した記者会見と舞台挨拶のレポートが到着した。告げ吉春の漫画を、三崎の兄弟、探す、の片山晋三が映画化した本作では、売れない漫画家の吉尾、 生めかしい魅力を称える離婚したばかりの女性、福子、自称小説家の井森が激しい性愛で交わっていく奇妙な共同生活が描かれる。成田が吉尾、中村が福子、森田が井森を演じている。台湾の鍵市で撮影が行われた本作。30以上もの台湾メディアが取材に駆けつけた会見で、成田は映画の世界とマッチした素晴らしい場所でした。 鍵の空気感のおかげで、自然と映画の世界に入り込むことができ、吉尾というキャラクターを作り上げることができましたと振り返る。中村は台湾人のスタッフが多く参加してくれたのですが、各部署を超えてよく働いてくれましたし、台湾の人たちの人柄の良さが大変だった撮影の助けになりました。撮影以外でも街やお店で会う人たちも優しい人ばかりで素敵な国だと感じました。続けた。 400席のチケットが約1分で完売するほど注目を集めた舞台挨拶では観客との Q&A を実施。成田は冒頭のシーンについて、菅義春さんの原作をリスペクトしてバス停のシーンはあえて漫画的に少し大胆にコミカルに演じましたと明かす。また台湾での思い出を尋ねられた森田はご近所に住んでいるおじさんが差し入れにスープが入った鍋をバイクで持ってきてくれまして。 僕もこういう人間になりたいと思いましたと、ほっこりするエピソードを語った。雨の中の浴場は、11月29日より東京、東方シネマズ日比谷ほか全国でロードショー。本作に出演した松浦雄也が音声ガイド、ナレーターを担当したバリアフリー上映もある。